こんにちは。今日は鶏白菜食べていきたいと思います。漫画で見たメニューなんですけど、ずっと気になってて作ったことなくて初めて作ってみました。鶏白菜、鶏肉と白菜入ってます。で、お酒で入れて煮ました。味付けはそれだけで、漫画ではそれにニンニク醤油で食べてました。でもポン酢も美味しそうだな。ポン酢も用意します。で、ご飯とインスタント味噌汁です。よし、ではいただきます。まあ、そうです。そのまま食べてみようかな。味見的な感じ。鶏肉と白菜、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ優しい味です。うまい。鶏肉の旨みと白菜がすごいうまい。白菜がめちゃくちゃ甘いです。うまい。すごい。これはめちゃくちゃ簡単でうまいぞ。じゃあニンニク醤油つけてみよう。うん、うん、ニンニク醤油うまっ。めちゃくちゃうまい。ニンニク醤油めちゃくちゃ合います。うまい。味噌汁もうまい。そう、ニンニク醤油めちゃくちゃうまい。合いますね。次はポン酢で食べてみよう。うん、うん、うん、ポン酢もあります。うまい。そう、白菜もトロトロでめちゃくちゃうまい。鶏肉はもちろん美味しいです。ニンニク醤油、うん、めちゃくちゃうまい。本当にこれは鶏肉と白
白菜とお酒だけ入れて、酔い酒入れて煮ただけなんで、めちゃくちゃ簡単でめちゃくちゃうまい。びっくりです。ニンニク醤油で食べるとニンニクが結構ガツンときて、すごいパンチがある味で美味しい。ポン酢はさっぱり食べれて美味しい。どっちもうまいです。うまい、どっちも。どっちの味もご飯に合います。めちゃくちゃうまいです、これ。鶏肉うまいって感じですね。白菜もうまいですけど、やばい、米が進みすぎて、おかずが、分量が合わなかった。Thank you.
白菜もうまい。この旨味が出てるスープ飲んでみます。すごい、もうなんか旨味スープって感じです。すごい美味しかった。ごちそうさまでした。ああ美味しかった。今日は、鶏白菜作って食べました。めちゃめちゃ簡単だったんですけど、めちゃくちゃうまくてびっくりしました。すごいうまかったです。ご飯めちゃくちゃ進みます。わかった。また夜を作って食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。